はい、どうもフメデです。今回ですけれども、ツムスタのですね、最新情報を、紹介していきたいと思います。でね、豪華報酬ですね、もらえるのもありますので、ぜひね最後までご覧ください。でまずね、以前ね紹介させていただいたスケジュール欄のところが全部埋まってですね、いろいろね決まってきましたね。でツムスタビンゴっていうのが多分本日からね開催されております。こちらの内容はね後で、詳細をね説明していきたいと思います。これもね結構報酬は豪華なので、ぜひ皆さんね事前にやっていきましょう。でフォローリツイートキャンペーンっていうのがあるんですけども、こちらは多分ねまだ始まってないと思います。まあ、これもね始まるのは多分ねもうちょい先、どうなんだろうね、多分もしかしたらね今日これ撮影してる、のが本日の10時過ぎぐらいなんですけども、12時とかにいつもねツイートされてるんで、もしかしたら本日から始まるかもしれないですけども、まあ、とりあえずツムスタビンゴっていうのが今日始まるので、ぜひ皆さんこれはやっていただきたいというところですね。で9月29日リリースっていうところが、まあ、正式に公開されたと。まあこれはねアプリの、まあ、iTunes 事前予約のところでもうすでに分かっていた情報なんですけども、公式サイトでも、公開されたというところですね。でちょっとね辛いのがあって、これ10月1日にツム追加があるんですよね、おそらく。でこれもうちょっと先にしてくれねえかと思いました、自分は思いませんでした皆さん、という感じです。でまあいいんですけど、まあ、ツムツムちょっとかぶるんですよね。0時から来るのかどうなのかっていうところがちょっとわからないんですけども、まあ、とりあえずツムスタはそんな感じでございます。はい。でイベントの方もですね、その後多分9月の初旬、まあ多分これ、ね、ツムツムとね同じようなスケジュールで来るんじゃないかなと思うので、まあ、9月の5日6日らへんから来るんじゃないかなと思われます。はい。ということでまあいろいろね、情報が公開されていますけども、まあ、ツム追加ね何来るんかなっていうところですけども、気になりますね。多分これがおそらく一番強くなるんじゃないかなとね、最初の新ツムとして追加される枠なので、はい、期待大ですね。これが期間限定なのかどうなのかっていうのもまだわからないですけども、いやとても楽しみだというところになっております。でツムスタビンゴのね詳細をね話していくとですね、まあ、こちらもここに載ってるんですけども、事前登録キャンペーンということで、ニュー LINE グループでツムスタビンゴということで、友達と LINE グループを作ってみんなでミッションに追加挑戦しようというところになっております。はい。でこれね単純にグループにツムツムスタジアムをね追加するだけでできてしまうんですけども、つむつむスタジアム公式アカウントを LINE で友達登録して、でその後にですね LINE でグループのトークルームを作って、つむつむスタジアム公式アカウントを招待というところですね。はい。でそれを招待して、ビンゴ参加というところで、いけます。はい。でグループにねビンゴが届くんですけれども、まあ、それのねミッションをプレゼントして、プレゼントをゲットしましょうというところですね。でここにね報酬が書いてあるんですけど、1列ビンゴ2列ビンゴ、まあ、ビンゴごとにアイテムチケットがもらえて、で7列ビンゴで、ガチャチケット、これでかいですよね。あと全てビンゴでドナルドがもらえるというところ でドナルドはねめちゃめちゃでかくて、ドナルドはねもう1個ね報酬でもらえるんですよ。この30人招待かな、あ15人招待だ、15人招待でドナルドがもらえるので、もうスキル2はね確定するんですよね、ここだけで。はい。なのでぜひね頑張ってツムビンゴはね全てビンゴさせていきたいですよね。はい。でこれね何人でもいいかな多分。
はい、多分何人でもいいと思うんですけども、で自分ねもうすでに追加しております。でどういうミッションの内容なのかっていうと、これね自分つむったのね、なんだろう、これだ、つむ顔診断っていうのがあって、このね、例えばこのミュージシャンみたいなつむ顔のやつが、例えば赤いほっぺついてるんですけども、赤いほっぺのつむっていうミッション、はい、つむが赤色のほっぺのつむが設定されていたらミッションクリアとか、そういう形なので、そういう感じです。はい、なのでつむ顔診断で結構よく右側に特徴みたいなのが書いてあると思うんですが、あれがねいっぱいある方が結構ね有利にミッションは進むんじゃないかなと思います。はい、なので、ぜひね皆さんそこも狙って頑張ってやっていきましょう。はい、という感じでございます。これがねツムスタービンゴの詳細なんですけども、これはねおそらくこれ事前登録キャンペーンと言いつつ、このスケジュール見るとずっとつながってるんで、これはね永遠と続くんじゃないかなと思います、リリース後も。はい、まあ、ただねスタートダッシュに向けてですね、このドナルドをゲットしとくのは、いいんじゃないかなと思いますので、ぜひねやっていきましょう。はい、一応他のね情報も紹介すると、まあこの辺は皆さん見たと思うんですけども、ツムスタとはというところですね、こちらを見るとはいいろいろ載ってるんですけども、ここです。ディズニーの世界観を忠実に再現したスキル演出など続々登場するということで、ここのね見てもうすでにね新しく来てます。でちょっと自分まだねミゲルとヘクターとダンテ見てないんで、ちょっと見ていきたいなと思います。気になる方は他のも見てください、ぜひ。さあミゲルはどんな音は一応消しますけども、あーこれは弱いやつですねこれは弱いやつですね。ミゲルはハズレツムですね、見た感じ。さあヘクターはね確かフィーバーが始まって、かつなんか消去だったかな、変化だった消去か、うわランダム消去っぽいけど消去数少ね、もうちょっと消去数多ければいいけど、ダンテは、どういうスキルかなと。ダンテ消しか、ダンテ消しで1種類消える感じかな、そんな感じっぽいです。はい、そんな感じで、なかなか序盤でどれが強いかっていうのは、まあ、自分はベータ版やってるのでなんとなく分かってるんですけども、まあ一応ね、今現在、公開されているのはこんな感じです。ちなみにこっち行くとねまだありますんで、はい、ぜひ確認してみてください。はい、ということで、以上が最新情報になっております。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではバイ。深い闇に包まれくじけそうでも、今日よりも眩しい明日があるはず。世界は喜びが溢れている、物語はいつも